それではロストアゲインに乗せて多彩なスクロールチェンジを紹介しよう。ステージはワイキキビーチ、ダイヤモンドヘッド、パイナップル畑の3種類で縦スクロールだ。そして各辺時短中はなんと横奥からとスクロールが変わる。これが驚愕の3方向スクロール。これによりプレイヤーは1台で3機種の台をプレイしている感覚になるだろう。さまざまな予告が満載、予告演出、画面から目を離すな。通常時はワイキキビーチ、パイナップル畑、ダイヤモンドヘッドと3つのステージが適度に切り替わっていく。ステージチェンジの法則が崩れれば激アツだ。おやおや、ブラック魔王が出てきましたね。おっと、これは痛い。これはスーパーレンジの行き先や機体図などを表示するようです。そしてヤシの実の代わりにケンケンが出てくればチャンス。ケンケンの持つプラカードに注目だ。またまたブラック魔王が出てきましたが、おっと、ケンケンがバギーに乗って登場。あら、こけちゃった。気を取り直してもう一丁。成功すればスーパーリーチに発展だ。続いてはワンステップアップ予告。クラクションの後、次々に色のついたバンが横切っていく。レインボーのバンまで続けば機体の大幅アップ。その他にもチラシが飛んできてチャンスなどを告知するぞ。さあ皆さんお待ちかね、これがギジ玉だ。業界初となるギジ玉予告は、実際の盤面を玉が通るがごとくギジ玉が盤面を駆け巡る。スタートチャッカーに入れば見事大当たり確定。さらにブラック魔王が赤いトロリーバスに乗ればチャンス。トロリーバスから発展すると通常時には出ないケンケン玉が出現するのだ。みんな見ててね。これは期待度が高いです。そしてさらにこの演出は連続すると期待度大幅アップ。3回まで続くともう激アツ。この全く新しい感覚にプレイヤーは心を奪われることだろう。もちろんおなじみの軍予告もあります。みんなもこっそりとハワイに来てたのね。ケンケンがハワイならではのものにチャレンジするビーチ演出。空の旅出発だ。さあ最近 CM とかでも耳にするスカイハイが流れてきましたよ。まあ私の世代だとビル・マスカラスの入場テーマ曲だったんですけどね。コックピットリーチはプレイヤー参加型のリーチとなっている。プッシュボタンを使って外れ力を打ち砕け。さあケンケン、打って打って打ちまくってちょうだい。続いてはケンケンがビーチフラッグに挑戦。できなさい。対戦相手によって期待度も変わる。さて対戦相手はオバハンですが、ハワイのオバハンは結構手強いぞ。ケンケン、おら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 、もっと端っこ走りなさい。なんなのよ。どきなさいよ。さあどっちだどっちだ。さあ続いては名曲パイプラインが聞こえてきました。マシンリーチは釣りに挑戦。見事当たり力を積み上げることができるのか。なんだ。あーと、サメです。人食いザメならぬ犬食いザメでしょうか。ケンケン危ない。魔王がなぜかサメに乗っていますが、ケンケンがファイヤーダンスにチャレンジ。炎を吐いて見事当たり力で止められれば大当たりなのですが、失敗しちゃった。あらら残念。おっとブラックマオの星に火がついた。
もう一度頑張れ、ケンケン。よいしょ、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 よいしょ。通常当たりでもチャンスがある大当たりラウンド。大当たり、おめでとう。大当たりラウンド中にも秘密が隠されている。通常スナーで当たってもまだまだ諦めないでくれよ。ラウンド中に出現するミニゲームで次々とケンケンがコインをゲット。今年の夏はチャンスは4、7、9ラウンドと3回あるぞ。そしてそのコインを持ってカジノでスロットマシンにチャレンジ。コインの枚数が多いほどチャンスとなる。さあケンケン、当ててくれよ。見事同じ図柄が揃えば大ラッキー。ドル箱を用意しちゃってください。そして見事確変をゲットしたならば、確変中ならではの横スクロールにチェンジ。心ゆくまでハワイの海をご堪能ください。ついに SS の進化が発揮されるクワッド構造。 SS の新技術であるクワッド構造は、演出の可能性の拡大や入れ替え作業の円滑化、コストダウンなど様々なメリットが秘められています。新台導入には2層部のアクリル板と4層部の基板セットを入れ替えるだけ。アクリル板と基板セットともに軽量のため、交換作業やメンテナンスの負担も軽減できます。